次は女子 GP ファイナルのレベル低下をメドベージェワが批判、しょっぱい印象。2018年、平昌五輪銀メダリストで、ロシア女子フィギュアスケート界のスターである、エフゲニア・メドベージェワが女子グランプリ、GP ファイナルのレベル低下を批判した。女子 GP ファイナル最終日は9日に中国、北京で行われ、坂本香織23、シスメックスが合計225.70点で初優勝を飾った。 3位には、吉田春菜、18、木下アカデミーが、合計203.16点をマークして入り、初出場にして、銅メダルを獲得した。日本勢の躍進が目立つ結果となったが、ウクライナ侵攻により、国際大会への出場が禁止されている、ロシアフィギュアスケート界から、現在の女子フィギュアスケートのレベルを疑問視する声が沸き起こっている。ロシアメディア、フォーブスは、女子スケートは退屈になったと題して、ロシア勢不在によって、レベル低下が顕著になっているとの持論を展開。 ロシアのシングルスケーターが優勢だった時代には、この種目は非常に人気があった。しかし、ロシア勢の不在により、世界の女子シングルスケートのレベルは、著しく低下した、と、厳しく指摘した。そして、今回の GP ファイナルについても、北京では難しいジャンプは全くなく、銅メダリストの吉田は、トリプルアクセルを成功させず、膨大な数のミスがあった、と、銅メダルにふさわしくない、と、低評価を下した。その上で、メドベージェワの解説を掲載。 元世界女王は正直このレベルに動揺している。私たちは何年もの間女子フィギュアスケートのレベルを本当に引き上げてきた。私たちの多くが様々なレベルでスケートを高め、高め、さらに高めたとロシア勢のフィギュアスケート界における貢献を強調。そして女子 GP ファイナルに出場した選手たちをしょっぱい印象だとバッサリ切り捨てた。 もちろん GP ファイナルの結果は正当なものであるだけにメドベージェワによる批判は国際大会からの出場禁止が続くロシア勢の恨み節と言えそうだ。